さあやっていきましょう。今回はユルグ使います。歯向かう者には容赦しない、我が拳で破壊する。いや、どう見ても握り拳で戦うタイプではなさそう。背伸びていきましょう。スキル、このコマを置いたとき最大 HP の 12% のダメージを受ける。そのときに受けたダメージの 125% の特殊ダメージを与える。コンボスキルがターン開始時の自分の HP が 40% 以下のときに発動で4000のライフバーストということで、まずスキルが最大 HP の 12% のダメージを受け、その際に受けたダメージの 125% なので、まあ、計算すると自分の HP の 15% 分のダメージを相手に与えるということで、まあ、バステット等同火力ですね、まあ、バステットに比べるとこちらが自傷ダメージ 12% とやや重くなっているんですけれども、まあ、コンボスキルが4000のライフバーストということで、その点はね、まあ、差別化を図れているんじゃないかなと思います。でコンボスキルが自分の HP が 40% 以下の時に発動ということなんですけれども、まあ、こいつを置いた時に 12% のダメージを受けるということで、まあ、発動条件に関しては、まあ、少し厳しめではあるけど、スキル、コンボスキルは、まあ、噛み合ってはいますね。でアタックも1029ということで、乱量よりもアタック下なので、ルキア撃たれた時にこの威力が飛び出て、カウンターで勝てるみたいなねこともあるんじゃないかと思うんですけれども、今回は乱量リーダーでは使いません。まあオーディの時にね、あのバーローバースト構築、今回もバーローバースト構築なんですけれども、まあ、オーディの時に乱量リーダーでやっていた覚えがあるので、今回は進化オーディのリーダーでやっていきたいと思います。 S5B2 の編成でオーバーロードをちょいちょい入れて、まあ、オーバーロードでね、自分の最大 HP を上げることによって、まあ、ユルグやモルジャーナの火力を上げることもできるので、それすなわちですね、今回の構築はバーローバースト、バーローバースト構築自称エディションということでやっていきたいと思います。はい、大変よろしくお願いします。これはまずいなあ、でも回復マスある。これ回復マス踏みつつ自称受けるみたいな、そういう、お、これ初手ユルグ不可避では、これ初手ユルグ不可避ですね。これっていうのも、相手にヨシノを最初撃たれるじゃないですか。そうすると私の HP を、私の HP の 17% とかで削ってくる。それすなわちユルグで自称しつつ、こうやってダメージを与えることによりヨシノからの非ダメージも減らすという算段。それでいくしかないな。オッケー。さあ私ヨシノデッキのような立ち回り、おお、ほほほ、初手4330、強いじゃないか。え、強いぞこれ初手ユルグ強いぞ。オーケー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 。まあコンボスキルを狙うことはね、まあこれでほぼほぼ不可能にはなってくるんですけど、まあまあこれはこれで問題ない、結構いいですよこれ。ただヨシノ高校か、ん、なるほどね。オッケーオッケー、ヨシノ揃ってくる。ただ私のもう打ち筋はもう決まっております。これね、 X 回復で角ダメマスですよね。オッケーオッケー、これは2手目 X いきましょう。よし、回復マス踏んで、しかもオーバーロード踏む、これオーバーロードすることによって回復マスの回復量も上がる。よしよしよし、これはなかなかいい立ち回りができそうだ。ただ相手もね、吉野デッキということでなかなか強そう。油断せずにいきましょうね、まあ、相手がこれが、そうですね、相手2手目 X、 そう、E の2ですね、 E の2に打ってくるとなかなかうまい。お、そうきたか。あ、ダメマス、ちょっと待って、それはなかなか、それなかなか厄介だぞ。どうしよう、オーディンを残すか、オーフェルの子、これ意外とでもバイセスでダメだな、どうしよう。いや、オーディン捨てるか、やっぱオーディンは弱いということで捨てちゃう。いやー、でもオーディンの活躍は私は見せたいな。でもオーフェル残してた方がいいような気もしなくもなくもない。いや、でもこれオーディン、オーディンだな、オーディンをオーディンしかない。おら、いや、いいや、オーディン、オーディン大丈夫、君はね、足引っ張ってないよ。ここで1200のダメージ出せるんだろ、十分すごいじゃないか。オーディン、君はすごいからね、安心して。なるほど、デバフ打ってくれ。 OK、 もっとソフトにお願い本当になんかサキバスはな、なんか本当にサキバスはなんかこう刺激的なボイスですよね。とりあえずここは X に打ちたいところなんですけど、これヨシノでダメマス増やされるのはもっと嫌だから、ちょっとこれもう不本意ですけど、これ消しましょう。この置き方したくなかったんですけど、ちょっとヨシノでダメマス増やされるのは想像以上に嫌だフルカスリーダーとかだったらな、全然ね大丈夫だったんですけどね、九州ぐらいだったら。さあどうくる、これ回復マス踏んできそうだな、踏んできそうだな、踏んできそうだな、踏むだろうな。おっ、え、あ、これあれですね、多分アゲハとかで、なるほど、攻めますねこの人、なかなか。まあでもこれは返しましょう。どうしよう、オーフェル打ってコンボスキルで、いやダメだな、コンボスキル打った場合あの回復マス踏めなくなるのか。じゃあこうだな、 OK、 オーバーロードしましょう。はい、アゲハ、まあまあ問題ない問題ない。これもしかしたらユルグのコンボスキル使えないかな、発動できるんじゃないか。ユルグが 40% 以下だから、18000から3600引いて、あーでもそいつザフキルはちょっとやだな。まあでもさ、ザフキルこれコンボスキル使えないし、うん、このザフキル確か神ゴマが2枚ないといけなかったはずだよね。よし、
どうしようかな。あ、違うわ。一瞬ユルグが使えるかと思った。ユルグ40パー以下だから、1万5000の1万4400以下。あーっとちょっとだったな。回復マス踏むか。回復マス踏むか。オーフェル残す。そうだな。こいつでちょっと回復マス踏んどこう。ほい。よしよしよし、これでいい。で、仮に B の4に来ても A4 でブラックラインを守ることができる。大丈夫、これでいい。もし、D の2とか来たら回復マス私もう一回踏めばいいし。おー、遅きたか。なるほど、 OK。 大丈夫、メルノガイス張ってるしダメージは大したことはない。よし、これで A の4に行きましょう。 A の4行きましょう。来い。今の私は、お、悪くないぜ。あ、ただここで出す、いや、ここは風化だな。風化ですね。あ、ユルグまだ使えないのか。くそ、回復マス踏んだせいだ。まあいいや、しょうがない。いや、でも相手の HP も相当減ってるし、これこちらが有利ですよ。相手打てるところほとんどないぜ。回復マス踏むか。まあ回復マス踏んできたら、あ、回復マス踏んできたらオーディさん使えるじゃん。おーしよし。あー、でもこれはかー、ちょっと待てよ。ダメマス踏むことになるのか。嫌だなまあしょうがな。ダメマス、あ、違うわ、 C の5に打てばいいんだ。じゃあ C の5じゃない、 D の5、 D の5打つしかないだろ。これ4枚返しで繋がるけどザフキのコンボは使えない。打ちましょう、これ行きましょう、行きましょう、打っちゃいましょう。おえだけれ、これ結構火力出るんじゃないか。おらら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 、よし、オーディン輝いてるぞ。お前輝いてるぞ、オーディン。よしよしよし、来てる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 ぞ。だってこれ相手1箇所しか置けないんじゃないか、もしかして。あ、違うわ、2箇所置けるか。あの、普通に左下の角と英語で打てるから。そうだな、オッケー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 。次バイセル飛ば、あー、まあまあまあ、ちょっとね一瞬来るかと思ったんですけど、いや、ちょっと待てよ、これワンチャンオーディのコンボ。あ、待てカード置いてきたね。オッケー、来た来た、 B3 打ってる。オーディお前強いぞ、輝いてるぞ。オーディお前輝いてるぞ、いけよオーディ、お前が主人公だ、お前が主人公だマリアレのコンボ用意3000。オーディよくやった、大勢ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。吉野リーダー2連チャン25,164。これは高校ですね。さっきみたいに初手ユルグみたいなことができるかなって思ったんですけど、できそうですね。まあ先行ではないのでちょっと痛みはあるんですけど、しょうがないね、これはね。いや、オーバーロードってからユルグの火力を上げるっていうことも、あー、できないこともないな。そうしようかな。いやそうだな、そうするか。うん、ちょっと被ダメージが増えてしまうんですけど、しょうがないな、それが今回のコンセプトだから。 OK、 打ってだな。さあ、こっからどうくる。いや、むしろこうやってオーバーロードしたことによって、そう、威力の火力を上げると同時に自傷ダメージが増えたことによりコンボスキルの発動条件も緩くするということ、ゆるくで緩くするということですね。あ、今のアメリカンジョークですなっちゃって。はい、どうしようかな。あー、どうしよう、これどうしよう。あの罠、今の私は少し凶暴これいや、オーディンで回収しよう。オーディン行け、そのためのオーディン。今こそ奮い立て。ほんと、さっきは主人公だったのにな、オーディンな、ごめんなごめんなオーディンもうオーディンで回収するわ、これはもう、うん、さて、どうしようか。これで2枚返し打ってきたとして、どう打っていくか。まあ相手の駒にもよるんですけど、うん、サリーか、なるほどね。これでダメージ入って、うわ、これどうしようかな。ユルグ打つか。え、打ってもいいな、コンボスキル多分使えるだろう。いや、でもマニアレでも、いや、ダメだな、これユルグのライフバーストの方がいいよな。いや、マニア、あー、ダメだ、これどうしよう。 X でいいよな。いや、そもそも X でいいよな。あー、これだ、あ、いや、はい、今からアメリカンジョークちょっと話します。ユルグを打つかね、ちょっとね、今揺らいでるんですよ。これが本当のユルグ思いってね。はっ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 。まあこれでコンボスキル使えるし、いい火力、オッケーオッケーオッケー。 HP2 万に、2万てか1万2000しかないな。まあ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 、もうしょうがない。これが今回の私のコンセプト、これが私の全ての全て、これが私の全てなんだから、これでいいんですよ。罠とか置くなよ、ルキエス。こ、え、あー、でもこれオーフェル出ちゃうな、オーフェル出ちゃうな、これオーフェル出ちゃうな、オーフェル出ちゃうんだよな。どうしようかな。いや、でもこれダブルコンボ繋がってるのでかい。いや、もうちょっと一回こっちだな、しょうがない、一回こちらな。ちょっと神強化が本当に
不安要素ではあるけど、ルキア撃たれたんだったらしょうがない、もう、うん、しょうがない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 。さあ、どう来る？悩みどころじゃないか、ここは。ゆるぐ返してくんなよ、頼むぞ。ゆるぐ返してきたらもう本当、褒めちぎってやるわ。褒めちぎるほかない。返してこない。よし！チャンス！チャンス！ゆるぐ使われたことないな、さては。お、待てよ。いや、これマニュアルでしょ。次耐えることは絶対できる。行きましょう。おらっ！ライフマの火力も上がるぜ。おい、たける。おらっ！シルバーラース銀色のやついい火力シルバーですからね。銀色のやつですよ、これは。スタートする。マニュアルのコンボもあるし、ユルグのコンボもある。ただ、不安要素がゼルエルを撃てるだけの HP が残るかどうか。いや、でも、もしエンデが撃たれても4800ぐらいだから、ギリ残るな。エンデがその B の1ですね。うん、え、お前はやばいんじゃない？ちょっと待って、残る？残る。オッケー。オッケー。残った。危ねえ。いや、これはちょっと、あの、イベットを回収できたのが良かったな。おらっ！ゆるくよ、君のことは忘れない。いい火力。よし、勝った。大変ありがとうございました。いや、でもまさか、吉野からジェインが来るとは思わなかった。はい、というわけで今回いかがだったでしょうか。今回モルジアナの火力を見せられなかったんですが、進化オーディンとそしてユルグの活躍を見せられることができたんで、まあ良かったんじゃないかなと思います。まあ、ユルグはね 15% 分のねダメージを与えるということなんですが、まあ、このように HP を高めに保ってさらにオーバーロードすることによって、そう、最大 HP が上がることによってさらに火力をね、まあ、自傷分のダメージも増えてしまいますが、上げるということもねできるということで、まあ一つの参考にしてみてください。ただ、まあちょっとそうですね、忠告しておくと、私今回オーディンリーダーで S5 で B2 で、これほとんどねオーディン以外をね自傷系のね自傷して特殊ダメージを出す系のね、ここまで固めたんですけれども、まあ使いにくい。ちょっとこれ1枚でいいかな。デッキに自称してこの特殊ダメージバーンって出す S5 マンは、まあ、1枚でいいと思います。正直言って本当このデッキまあ使いにくかったです。でもね、ユルグは強いです。コンボもね4000のライフバーストですし、まあ、スキルも 12% 払えば 15% 分ダメージ出せますし、ちゃんとバステトとはね、まあ、うまいこと差別化できてると思いますので、ユルグ当たった方はぜひ使ってみてください。では今回この辺で終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。